ジをいただいたので、今日は南蛮漬けを作ろうと思います。材料はアジ2匹から、人参が50から70グラムぐらい千切りにしてあります。で、今日は畑で採れたニラ、赤玉ねぎを、50から70グラム使います。あと、小ネギですが、生が準備できませんでしたので、冷凍のものが30グラムぐらいあります。それとアジを揚げるのに、アジの衣は、今日はお好み焼きの粉を使い、塩コショウしてお好み焼きの粉を薄くつけて揚げます。そして、調味料はアジ2匹ですので、醤油が、大さじ1か2分の1から酢が 100cc で、砂糖が大さじ2杯あります。で、だしは、150cc 使いますが、だしは、今 200cc の中に昆布5センチほどをつけてあります。これに火をつけて、煮出す前に昆布を取り出し、火を止めて、鰹節3グラムから5グラムを入れて、粗熱が取れるのを待ちます。アジを作ります。アジは、まずゼイゴを取って、ゼイゴを尻尾の方から取ります。この時、トゲがありますので、あちこちにトゲがありますので、手を怪我をしないように。で、新しいほどアジは鱗がいっぱいついてますので、きれいに鱗をその時に取ります。で、これを処理をする時に、まな板の上に新聞を敷いてると、後の片付けが楽です。で、反対側をして同じようにゼイゴを取り、包丁を立てて、しっかりと鱗を取ります。そして、お腹の方を開けます。先にお腹を開けて、内臓とエラを取ってるとあとしやすいので、いつもこうしてます。で、ゼイゴを取った後、エラを、エラの中に手を入れて、中から新しいので一緒に取れますから、こうやって一緒に取り外します。で、ちょっと中をお骨に沿って、血のところを少し、取ります。で、もう一方も、もう一匹も同じようにします。まずゼイゴを取って、ゼイゴが結構上の方までありますので、しっかりと内臓にあまり傷をつけないように切って、エラからエラを外し、ちょうど首のところにくっついてるのを手でピュッと外れますので、そこを外し、
骨に沿って指を入れながら内臓を外にかき出します。そうするとすべてきれいに取れますの で中のをきれいに取ります。でこれでそうしますとあと片付けが簡単ですので、このままちょっと下に置きます。そしてこれをきれいに下取りで、刺身もなりますけど、これが3番目。で、キッチンペーパーで、水を拭き取ります。取りましたら、背筋に沿って包丁目を入れます。こうすると割と楽に、で、腹の方にも包丁目を入れます。両方の腹と背に包丁目を入れてちょっと手間がかかりますけど、あとが楽ですので、こうして貼ります。そして、ここから骨に沿って上に中骨に沿って上に切り上げていきます。の入れた包丁目に沿って包丁目と、背骨に沿って、切り上げていきます。そうすると目安があって切りやすいです。
中骨とかは水から煮て出汁を取って中骨を捨てて、お醤油と塩で味付けて吸い物にしたらとても美味しいです。で、中を取りました。腹のエラのところと胸のエラのところと胸のところのヒレに沿って切り取ります。切り取りましたら、今度はここの腹びれに沿ってですね、この腹びれに沿って薄く、ここに骨がありますので、骨をそぎ切りに取っていきます。包丁を軽く入れながら中骨を外していきます。これも汁の中に入れるととても美味しいです。そして、取りましたら、ここに骨がいくつかあるんですが、これをできるだけ取っていきます。指でも取れますが、魚のものが出ませんので、ちょっとこれで骨をこういう感じで抜き取っていきます。そうすると食べるときに骨が触らなくていいです。魚用のトゲ抜きで全部骨を取りました。で、これを塩コショウを軽くします。塩コショウ裏表軽くして、お好み焼きの粉をつけます。その前に、170度に熱しておきます。軽く粉をつけます。フライヤー、天ぷらなどにお好み焼きの粉を使うと、ふわっと、そして、味がもうある程度ついてて、何もかけなくてもそのまま食べれるようです。最近はお好み焼きの粉でよく天ぷらをしたりフライをしたりしてます。軽く油が熱するまでに、先ほど切りました
玉ねぎ、人参をまず容器に、耐熱の容器ですね、耐熱の容器に入れておきます。で、今作った味を揚げていきます。で、油が170度になりました。で、170度で、なりました。油の中に、入れていきます。少し色がついてきましたので、これを用意します。野菜の上に揚げていきます。で、上がりました。次は、これにつける南蛮のだしを作ります。先ほど粗熱を取っておりまして、削り節、昆布と削り節のだしを取っています。これが ざるでこします。ペーパーを使ってこすと、きれいに、取れます。今日も簡単に、取れます。で、この上澄みを 150cc ほど取ります。で、これが 150cc 出汁を取って、この中に酢を入れます。これをひと煮立ちさせます。で、この中に砂糖大さじ2杯、醤油が1貫2分の1、煮立ったら火を止めて、野菜と味の上に熱いうちにそのままかけます。これを浸るようにして、この上に
唐辛子の小口切りを身を外し、皮だけを小口切りをしたものを2分の1ほど添えたら出来上がりです。で、先ほどアジの中骨とかいろんなものが出ましたので、それをお水に入れて、昆布を入れてます。昆布だしを入れて、でこれをぐらぐら煮ないように、アクを取りながら煮て、塩と醤油で中身を外して、塩と醤油で味をつけたら、魚の美味しい汁物ができます。先ほどのアジの中骨です。ぐらぐら煮立てないように中火ぐらいで、そっと煮て、今アクをかなり取りました。で、昆布も外してます。で、これで、4、5分だしを取りましたので、ここで一旦止めて、これをそっとこします。この汁が今600ほどあります。で、これをもう一度火にかけて、塩を小さじ2、2分の3分入れたら、2分の1はありません、3分の1ぐらいですけど、これを入れて。ちょっと混ぜます。で、ここで、火が通りましたら、ちょっと味見をしてみます。ちょうどいいぐらいですので、これに、お醤油を2分の1ほど入れます。ちょっと色がつく程度に入れて、味を見ます。で、自分の好みの味に、お塩やお醤油を足して、やります。私はちょっと薄味ですので、ちょっとこの味で、やります。で、これに、お豆腐を入れ、できた汁にお豆腐を入れて、小ネギを振ってもいいですし、ちょっと濃いめにして茹でたそうめんを入れて、小麦を入れても、吸い物の一品になります。かまぼこを入れてもいいですし、ただ捨てるのじゃなくて、味も最後まで、使い切りました。アジの南蛮漬けと、カニカマの、アジの、だし汁でとった吸い物の出来上がりです。